吉田さん、従業員を雇ったことがある、会社を経営したことがある、まあそういうふうな立場に立つとだいぶ見えてくるものがあるんですけども、堀江貴文さんがね、以前こんなこと言ってたんですよ。社員は金を払ってるのに言うこと聞かねえ。ね、確かにそうなんですよ。社員ってね、給料上げてるのに言うこと聞かないんですよね。何なんでしょうね。こんな身勝手なことが許されるのかなと思いますし、自分の能力のなさを隠して面接に来るのも解せないですしね。まあ、つまりは、その人に雇われようとする人とか、人から仕事をもらおうとする人って、まあ、本当にね、こう依存心高くて、あらゆるものを駆逐していくんですよね。自分の権利を主張して、義務は履行しない。要するに予算を達成しないわけですよ。で、時間通りにも来ないし、たまには遅刻もするよね、みたいなことを言うはずしまえるんですよ。たまには遅刻するよねって、それ、なんか正当の権利のようであって、とんでもないね、理屈なんですよね。ダメでしょ、みたいな感じですね。で、ちょっと揉めるとね、人間は完璧じゃないからとか言って、別に誰も完璧求めんでもませんと。平均以下のレベルを求めて、それもできてないから指摘したら、人間は完璧じゃないですって、いきなりね、自らのハードルを上げていって、でその完璧を追求してる人は誰もいませんよと。でも、あまりでしょ、みたいなね。いや、最低限、これはしないよねってものをやってのけて、完璧じゃないからみたいなこと言い始めるんですよね。まあだったらね、人の下につかない方がいいんじゃないかなと思いますけども、まあ人は金を払っても言うこと聞かないと。まさにその通りで。だから金を払わないともっと言うこと聞かないですよね。で、自分の権利を主張するのは上手なんですよ。どっかからね、便利な言葉を覚えてきて、それを使うんですよ。まさにこの反論や主張もコピペ脳なんですよね。で、自分で考えていくっていうのは、世の中にない概念とか、世の中にない言い回しとか、世の中にない交渉を自分で作っていく、編み出していくってことなんですよね。まあ、だから、そういうふうに、トークをね、展開させると、口がうまいって言われるんですけども、うまくて当たり前でしょって、お前が下手だよみたいな。だからせめて会話ができるレベルになってから来いとか思うわけなんですけども、思うだけで、まあ言わないですけどね、かわいそうなんでね。四方八方囲むことができちゃうんで、そうなると、うつ病だとか言い始めるんでね。だから逃げ場所が常にあるんですよ。でもまあね、そうやって縮こまってて済むんだったらいいですけども、やっぱこう会社を抱えてるものは、何を言っても売り上げ上がらなかったら、畳まないといけないですし、そこで自分のミッションは終わってしまいますもんね。金を払っても人は言うこと聞かない。金を払わなければもっと言うこと聞かない。まあ、だから他者ってのは当てにならないっていうか、信用してはならないのかなと思うんですよ。だからね、この人のためにだったら身を裂いてあげようっていう人なんてまあいないわけじゃないですか。で、本当にいないんですよね。いや、そういう人がいるんだったら会ってみたいですけども。でもだからこそ自分はそういう人間になっていきたいなと思うんですよね。人間の生きる身とか、なんかね、また人間の生きる身は何ですかみたいなね。それなんか聞いて意味あるんですかみたいなことがあったりとかするんですけども、いや、それを決めていける人間じゃないとなかなか見つからないんでしょうね。このために自分の命使ってるなとか、このために生きてるなと、いつでも飛び込めるなみたいなね、そんなものが見つかるんだったら生きてる意味っていうのにたどり着けるでしょうけども、多分ほとんどの人はそこまではできないんですよね。自分の身を投げ打ってまで、眠い目をこすってまで、自分の体に鞭打ってまで何かのためにやるってことはないんだろうなと思うんですよね。でもまあ社員を抱えたり家族を抱えていくと、自分の欲望ってのはもう随分遠くに行くわけなんですよ。その練習を会社経営でさせてもらったかなと。で、しまいには会社潰しても結局は他人に戻るだけなんでね、そういうふうなワイルドカードってのはあるんですけども、まあ、これからね、本当に自力で生きていくことしか生き延びる道がないとしたら、一体大半の人はどうなっちゃうんでしょうかということですね。まあなんか何が言いたいかと、ほら、堀江貴文さんの、人は金を払っても言うことは聞かないって。まあ、その通りですよ。本当その通りですよね。金を払っても言うことは聞かない。金を払わなくても言うことは聞かない。まあ、言うことを聞かせようっていうのがね、なんかそもそもおかしいんですけどね。金を払ったら人が言うことを聞くなんて思い込んで、人を雇ってるからおかしかったわけなんですよ。人はね、雇わない、雇われない。この元々あった人間の立ち位置に戻ることかなと思いますね。相田光雄さん、いってらっしゃい。